様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は芝生の滅死の号令、を使います。その心は、頂上対決に乗ったからに決まってんじゃん、でしょうね。お相手は、盤石なる秩序。あれ、身内？おいとおじの関係だね。この戦い、我が勝利へと導こう。復活掃除には頼もしさ倍増ですね。いや、いつも雑に投げてるじゃん。対戦、よろしくお願いします。おい、やり兵どこ行くねん。まずは複製を解除します。話はそれからです。いや、それにしたって下げすぎなんじゃない？はい、一人目発見でん。キルを持って相手してよ。そのまま二人目、草加ちゃんナイス。戦の頃、その身で知る。はい、ではやり兵も上がってもらいましょう。貴様。草加ちゃん怒ってるぞ。後でプリンを買ってあげます。それでいいのか？嘆く暇など。ありませんよ。芝生おじさんも落ちちゃったぞ。これ大丈夫か？大丈夫。武闘派3人衆が残っています。特に掃除には行っては帰らんときそうな覚悟です。いや、お前のさじ加減じゃん。将軍、頑張って突撃してくれていますが、やっぱり突撃術が欲しいですね。というか加工商は全消費揃えていいんじゃないか。そうしましょうかね。あ、総人将軍お疲れ様です。彼もせっかくなら黄色さんにしたいですね。労働基準法で訴えられるぞ。五感にそんなものはありません。いいですね。そろそろ帰りましょう。王将は帰れるのか。大丈夫、彼の筋肉に鎧はつきません。あと足も速いんですよ彼。ほぼゴリラですよ。このゲームゴリラ多くない？惑わず。開幕は何事もなく終わりましたね。ちょうど足並みも揃うな。このまま上がるのか？もちろん、覚醒レベル2まではこちらのターンです。掃除将軍もお目覚めです。さあ全軍出陣。ところでお相手のデッキ、良い構築じゃないですか？こう、一族が3人もいるんですよ。愛を感じます。ちなみにどういう関係なんだ？こんな感じですね。ほう。あれ、これデッキ組めるじゃん。そうなんですよ。コストが1余りますけど、リオちゃんとかでいいんじゃないか？ちょっと考えますか？で、ここでお相手の第一手。何時のに新宅を授けよう。もはや親の顔より見た号令ですね。覚醒軸での採用率エグいよな。当然抵抗するで。号令で。我ら光栄の働きで、前線を立て直す。芝生の滅死の号令は号令。自身の武力を下げる代わりに、味方の武力をグーンと上げます。新バージョンで強化されたんだよな。はい、範囲と武力低下値に情報が入りました。ヘル武力はたったの1。すごいな、兄貴を超えたんじゃないか？うん。ちょっと性質が違いすぎて比べられません。そんなことより盤面で大問題発生。草加ちゃんが遠すぎて弓を打てません。お前これよくやってるよな。はい。よくコメントで指摘されてますね。うん。しかも闇兵2人の工場の前に、号令効果が切れますね。号令パワーで分かっていただけに無念な戦果だな。はい、逆がここで無理攻めはしません。一部隊でも多く帰ってきてもらいましょう。危ないのは闇兵2人だな。掃陣はともかく、王将には帰ってほしいところです。むしろ掃陣を個別にぶつけてもよかったのでは？そうですね。でも、掃陣にも帰ってほしい。ぐ。おのれ芝将、コレス、許さんぞ。掃陣将軍の恨み、必ず晴らしてくれる。ここ、加工商で無理に行ってもよかったな。そうですね、せっかくの制圧にが台無しです。騎馬乗りの時はできる動きなのですが、バラの時はついサボらせがちになりますね。反省。で、この後の展開は？さっきと同じです。ラインを揃えて号令で攻めます。ただし、今回はお相手の覚醒レベルが2なので、盤石なる秩序で対抗されるでしょうね。赤と青、どっちで攻めてくる？この状況、私なら赤を選びます。はい、やはり赤ですね。ぐんぐん武力が上がる方です。確実に勝機をつかみ、天下を引き寄せる。これ、育ち切ったらまずいんじゃないか。もちろん、なので育つ前に少しでも削ります。おいだからって手加減しません。我ら光栄の働きで、前線を立て直す。お相手は引きながら守ってくるな。逃がしませんよ。強引に乱戦してやります。今の迎撃は鬼ですが、声も捕まえられました。他の部隊も捕らえましたね。ここは一気に行きます。ちなみに、この前に混職で組んでいたのですが、大攻勢が使えないのが嫌すぎてやめました。無念。おい、ひみこ様がこっちに来てるぞ。そんなもん当然無視しません。こっちは形切る前に部隊を減らすのに必死です。
情けねえ。ご演撃波、これはめちゃくちゃ大きいです。だが相手には孤立が残ってるぞ。はい、武力が大変なことになっています。親友の加護ぞ。これ、刹那は重ねなくていいのか。昇空は落ちてしまいますし、それは最後の手段。それより、メイン号令をもう一度打った方がいいと当時の私は判断しました。さあ、前線を立て直しますよ。我ら光栄の働きで前線を立て直す。だ、大攻勢が切れた。はい、でもそろそろ秩序も切れるはず。あ、ほんとだ。放送と超人、二人の粘りが凄まじいです。やっぱり最後に頼れるのは筋肉なんですよ。放送、とでかい一発くれてやれ。ここでお相手のホール発動。あれ、柵ってどこにあったっけ。そりゃ縄文前ですよ、門前豪作の暴力が。あ、お、暴走が閉じ込められた。己卑劣な人間め。ゆるさん、お前までゴリラになるのか。で、ここからどうするんだ。ひとまず総人はこのまま工場、死ぬまで戦ってもらいます。総人。はい、お疲れ様でした。で、ここで工場している卑弥呼、こいつは逃がしません。総人将軍の恨みです。総人、何か言いたげだぞ。太陽消える。はい、和国に帰ってくださいね。この撃破は大きいな。はい、これでもう試合最後まで突撃のケアをしなくて済みます。残り11カウント、相手は質が溢れるほどあるぞ。友軍までタイムリーですね。ここで全てつぎ込むつもりでしょう。来たな、盤石なる秩序。選択は当然赤。確実に勝機をつかむ。天下を引き寄せる。こっちにはもう隙がないぞ。大丈夫か。どう考えても押し負けますが、残りカウントもわずか。城に来る頃にはもう一度メッシが使えるはずです。なんとかそれでしのぐしかないか。コブだな。ただお相手は 1.5 個人の牙が落ちてるので、かなりパワーが落ちているはず。こちらには全部隊、そして2分もあるからな。とにかく全力で守ります。残り4カウント。おじさん、お願いします。我ら光栄の働きで前線を立て直す。そうかちゃんは横耳、それ以外は全員乱戦。おじさんは解けるなこれ。そしてお相手は当然ダメ押し。この号泣で全てを貫く。五方の豪傑の目覚めは超絶強化。彼女が目覚めると号泣が付与されます。嘆く暇などありませんよ。芝生、それに加工場も解けるぞ。こいつが落ちたら芝生の工場が。大丈夫、こちらには突破の達人がいます。王装、筋肉でこじ開けろ。対戦、ありがとうございました。号令打ってるだけだったな。それだけパワーのある号令ということですよ。これからもっと流行るかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。